慈眼寺は愛知県春日井市鳥居松町にある大白州に属する寺である。本尊は十一面観音菩薩である。市指定の文化財である木造腰伝道夫座像と紙本着色越伝道夫像、木造聖観世音菩薩座像を所蔵している。本山満福寺二世木安筆の自額がある。門も大白州独特のもの。境内には首楼門、稲荷社、地蔵堂、愚法堂などがある。開山を古室帯とし、中興の祖を単伝とする。木安の法定古子伝和尚が、尾張藩主の招きで、寛文12年東春日井郡、三淵村で、紫金山慈眼寺を開いた。しかし古室帯は、間もなくその地を去り、法定無冠が後を継いだが、その後衰えた。古室帯の法定単伝がこの様子を耳にし、宝永6年現在地に、同名の寺を復興した。ABCD、春日井の散歩道春日井市郷土研究会、2003年、41から42ページ。ABC、春日井の文化財春日井市教育委員会、1985年3月、83ページ。ABC、春日井市史料編春日井市編集委員会、1993年3月31日。405.413。AB、800万の神。株式会社インフォユニット。2019年12月12日。閲覧。ありがとうございます。